で、私のこのチャプター4、入院と治療の日々が始まります。で、このね、このね、入院の日々、これはぜひ、その、 ちょっと熱く語らせていただきたいんです。なんでかというとあの、私がやったことが別に全てじゃないですよ。100人いたら100人の考え方もあるし、こうするのが正しいとか言ってるわけではなくて、私はこういうふうに乗り越えたよっていう一つの参考としてあの聞いていただきたいなと思います。で、まず11月31日、うん、うんとそう、11月 宣告されたのが11月31日なので、私ね、この時にエミラボ11月1日からスタートっていうことで、私、のんきに。 あの、予約配信しちゃってたので、やりますみたいな、明るいゆ、あの、配信みたいなのがですね、皆様の LINE とかにも届いてるんですよ。であ、あ、どうしようと思ったんですけども、そうだ、もうこれは、好評を、あの、しようと思いました。で、あの、これで、ね、何、何をしたかというと、やっぱり公約したこと、こういうことでやりますよ、みたいな、公約したことが実行する、できるかっていうのは、あの、不安だったんですけど、11月1日から、もう告知しちゃった通り、 エミミララっていうそのオンラインイのコミュニティをスタートすることししましたでもねやっぱりなんかできることを最大限にやっていろんなメンバーの人と相談しながらやろうってその,その時決めたんですよ。で近い将来に対しても不安とか恐怖とかをこう抱いてね怯えて生きるよりもやっぱり今はワクワクしながら生きたいなって思ったんです。 なんか不安で進まないよりやってみたら実は意外となんとかなるものだなってアイデアとかも生まれてくるなって思ったんですなんかできるかできないよりかはやるかやらないかだなって本当にその時思いましたで実際に、ね、結果としてズーム料理教室っていうのはであの私が料理を作ることはできなかったんです けど、できたんですよ。で、それは私が講師として実演するんじゃなくて、メンバーの方がキーチェンに立って料理をして、私が病室で講師としてアドバイスをするっていう方法で実現しましたし、あとはメンバーの中に、あの、お花の先生もいて、なんかそのお花のリース作りで、なんかそのレッスンっていう違う形の私があの料理とか、 講師っていうじゃ違う方法でもいろんなことがやることができました。で、本当にその時にね、臨機応変に対応してくださったメンバーの方には本当に感謝の気持ちでいっぱいなんですけども、とにかくね、この時にあに行動を起こしていく中で問題が出てくれば、その時どうするか考えて必要であれば助けを求め、なんか何,で何,何もしないよりも、やっぱり、 何かすることで必ず目標に近づけるはずだなと確信その時にしました。なんか今となっては本当に恐れずに、あのー、やってよかったなって思ってます。やっぱりこう恐れずに行動することっていうのが、あのー、なりたい自分だとか目標達成のための第一歩だなって思っております。で、その時にですね、えー、ふとした時に私、この夜に、えー うんって咳をしたらですね、痰が出たんですけど、痰に血が混じったんですね。もう背筋がゾワッとしたんです。だけど、この時にね、癌になったっていう事実は変えられないんだって。そう、その時の諦めとか絶望のような感覚が生まれた時ってね、 なんかその気持ちの裏側で現実と向き合っていくプロセスが始まるなって思ったんですよ。で具体的になんですけどまずお金の不安ですよね。なんかそのまちシングルマザーでもあるから。なんだけど私離婚してシングルマザーになった時から覚悟を決めてたので万が一私に何かがあった時っていうことを思って保険に入ってたんです。保険組んでたんです。で息子の学士保険とか就寝保険とか何かあった時に息子がちゃんと月々あの安定した暮らしができて できる額が入金されるように、えー、ライフプランナーさんと、えー、相談して組んでたんですね、それ本当に良かったなと思いました。で、あともう一つ、あのね、1ヶ月前に私、入院する1ヶ月前に保険の見直しをしてるんですよ。で、その時に、あえみさん、がん保険入ってないですねって言って、あそういえばそうだ、がん保険、まあ、念のため入っとくかみたいな感じで、大した額ではないですけれども、がん保険入ったんですね。そしたら、本当に、 入ってよかったって思いました。入っててよかったって思いました。1ヶ月前ですよ。で、かなりこれがすっごく役に立ったっていうか、うん、それで私は、あの、治療費っていうのはですね、心配要素から私減ったんですよ。本当にこれは大きかったので、ぜひね、あの皆様保険っていうのと,と、もちろんね、その、 検診というのは欠かさずに、あと保健、あの、しっかり向き合っておいた方がいいと思います。であとは、あの、いろいろ、その時に、元夫ともね、ちゃんとしっかり向き合わないとなと、あといろいろね、現実的なこと、あの、何かあった時に、あの、そう、思いました。 だけど、私がそのがんになった、ばーとそこから入院に至るまでも、家族の団結力とかサポート力が本当に強くて、あこれは何があっても息子は大丈夫だなって、すごくその時に、なんかあの心強かったんですね。 で 11, 月11月2日に私はもう全部オープンにしていこうってインスタにでで,ですねもうなんか書くと暗くなるからそうじゃなくて私は全力で頑張る前向きだよもうやっていくよっていうことを口で言いたいと思ってインスタライブをしたりだとか前向きにみんなでみんなにあの私の口から誓いました。 で、これはやっぱりなんてかっていうと、病は力って言うじゃないですか。やっぱり子供のために負けてられないし、負けるもんか、生きてみせるぞって、そんな思いでいっぱいでした。で、その時にですね、フォロワーさんからいただいた言葉なんですけれども、神様は乗り越えない。 の乗り越えられない試練を与えられない。ああ、与えられない。間違えた。与えないって。あの、この時ね、私がカミングアウトした時に、あの、フォロワーさんから励ましとか応援メッセージをたくさんくださった方が、多くの,あの方がですね、この言葉を書いてくださったんですね。本当にね、私、 その2019年も2020年特になんですけど本当に重い試練を、ね、与えてきたな神様はみたいなでだけどもう今年もう少しで終わるみたいな時に本当にもっと重、ね、い試練を与えたなってただこれ私メッセージを、ね、こうしっかり、ね、見たんです。 ああの考えたんです。しっかり病気と向き合うことで、自分の家族とも子供とも向き合って、自分の悪いとことか、治すべきところとかも向き合って、乗り越えさせて、乗り越えさせようとしてるんだって、これは本当に意味のあることなんだなって思ったんです。で、これを乗り越えたらね、もう無敵だって思ったんですね。 <スイッ>っていうか、私、試練があるたびに思ってるんです。なんか、あの、スーパーマリオやったことある方だったら分か <laughs> ってくださると思うんですけど、星をゲットしたマリオって、タン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 ,ン,ン,ンってって、もうすごいもう無敵なんですね。もうそれを、もうなんか試練があるたびに、これを乗り越えたら無敵って、 思ったらですね、どんな試練も乗り越えられるんですよ。もう勇気とやる気と根気があれば、がん細胞だって体からね、もう気合でね、消滅させるられるって、本当に私そう信じてなんです。で、これは神様からの言葉と私は思っております。がんになったのには意味があるって、本当に神様から言われた気がしたんですよ。お前が、 ポジティブに生きる姿を見せることで、健康な人にも、何のため、もう健康な人でもね、こう、なんか何のために生きてるか分からなくなってる人たちに、勇気とか希望を与えるんだ。彼女ら、ら彼らはね、きっとお前から、末期がんのお前から何か希望を見るなな。周りの人々を励ますために、勇気を与えるために、逃げるな、頑張れみたいな感じで言われてるんだなって、私はその時に言われてる気がしました。 で、私のその癌の種類なんですけれども、かなり稀でございます。えー、私はですね、この消費、えっ、ー、と、ちょっと難しい話はちょっとなしにしますね。<laughs> なしにしますねっていうか、まあ、調べれば出てくる話なんですけど、私はこの、えー、EGFR っていう遺伝子に、えー、変異が見られました。で、私の、大、え、体、ー、いいこれね、 えっと、年配の方に見られる癌なんですよ。で、私、えー、一時期喫煙してた時期もあるんですけど、もう禁煙しておりまして、全然これは私の、あの、35歳ではないような癌でございます。0%から5%に見られる、かなり貴重な、あの、もの。で、私はここの ECFR 遺伝子っていうのの、えー、一つ、 このタグリストっていうのがですね、運よく、えー、ここに私にぴったり合うことがわかります。で、これは、あのー、分子、そう、これが一つあって、今はこれで対策してるんですけども、これが合わなくなったら抗がん剤に切り替えて、効かなくなったらまた次の薬っていう感じで、どんどん、あの、いろんな、あのー、こう、薬、 っていうのがあのたくさん選べるので合う合わないっていうのをやってみなきゃ分からないんですけれどもまずは手術で取り除くのは私の場合はやめた方がいいということだったんですねで体力的にもしない方がいいよということで、まあ、ちっちゃくなったら手術で取り除くかもしれないけれども今はとにかく投薬でやっていこうっていうことになっておりますで、えー、脳に転移したがんを取り除くためにガンマナイフっていう治療もしました、えー、これお恥ずかしいけど私のこの,あの抜けた放射線当てた部分が ふわっと抜けたんですよ。綺麗なツーブロックじゃないですか。お見事っていうぐらい綺麗なツーブロックになってるんですけども、まあ、だんだん最近生えてきたんですがえ、なんでこれを見せたかというとですね、あのど、女性特有のがんの方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんです。あの、読,あの読者の方とかフォロワーの方には、乳がんとか子宮がんの方もたくさんいらっしゃったんですね。で、そういうがんってツルツルになっちゃうんですよ。やっぱりお薬の作用で。だけど、私は、運がちょっと良かった。これしか抜けられなかったからね。 だけども、やっぱり、ウィッグを、あのー、楽しむ姿っていうのもどんどん配信していきました。やっぱり、こう、髪の毛って抜けても生えてくるじゃないですか。そう、だからね、あの、ウィッグを楽しんでる姿っていうのも、なんか、あのー、発信していきたいなと思いました。あとは入院中心がけたのはですね、こう、って心がけたというか、気づいたことはとにかく発信の日々を私はしました。あの、死を意識で。 意識して初めて当たり前だったことへの感謝が生まれたからっていうのもあるんですけれどもやっぱりそういうことを常にすぐにシェアしたいなって思って入院中は毎日インスタライブをやりました。 で、あの、息子との様子もたくさん発信しました。これは、あの、子供との向き合い方というのは人それぞれなんですけど、私の場合は息子に全部を打ち明けたんですね。先ほど言いましたけど、気象認証禁止と、臨床、気象臨、うん、うん、臨床禁心理士さん、気象、あっ、気な、臨床心理士さんにも、あの、ご協力いただきまして、やっぱり子供への伝え方っていうのも、プロがいるんです。プロの方に、あの、ご協力 いいただいて、病院には必ずそういう心のケアとか子どものサポートとか家族の方あの 前向きだけじゃない家族のだってやっぱりいるじゃないですかそういうサポートをしてくださるそれこそあの精神の腫瘍だとかそういう方とかもあの聞いてみてください必ず病院にはいらっしゃいますから、うんえー、そういう方にいろいろサポートを受けながらです、ね、私はあの子供に全部言いましたがんっていうそうでも誰のせいでもないこととか、あのー、そういうその息子がい。 子供が、あの、やっぱりデリケートな時期ですから、あの、全部、あの、その時にですね、シェアをしました。だけど、この時に私は我慢ばっかりさせちゃって、辛い思いばっかりさせちゃって、ごめんねって思わないように私はしました。というか、むしろ思ってほしくなかったし、みんなにもね、あの、くろうとくんかわいそうとか、えみさんかわいそうなんて思ってほしくなかったんです。でも、これはね、息子とね、息子にも思ったのが、あの、 息子は今が強くなるチャンスなんだって。もうこんないろんなね、もう8歳にしてこんな経験をした息子はね、絶対将来大物になる、になるに違いないって私はね、自己暗示をかけたんですね。本当に、これはね、本当に思いました。だけど、こうやって、あ、 全然ちょっと、これちょっと、すごい思なんだけど、あの、綺麗なママ、ママ、息子に対してね、だけじゃない、私もどんどん、あの、息子にも見せたし、あの SN、SNS でも発信しました。なんか、まや知らずと抜いて、顔が変形してもね、このね、等身大の今の私っていうことをね、どんどんね、発信したんですね。で、あの、メイクの方法が見たいです、なんてフォロワーさんから、 声があったらよしみたいな感じでもうノーメイクからこう顔押し上げていくみたいなライブもしましたしなんかねこの時はねもう誰かのためになれたらいいなって必死だったんですね。でななんんでそんなに発信をしたかというとう 誰かのために、誰かの役に立ちたいっていう、あの、その気持ちがね、希望になったからなんですね。やっぱり自分が病気でも明るく前を向いていることが、同じ病気の人だとか、コロナで落ち込んでる人とかの希望になるかもしれないっていう、その気持ちが私の生きる原動力になったんです。 で、あの、私はもう料理研究家だし、食べることが大好きだから、一番つらかったのがこれなんですけども、やっぱり食べられなくなっちゃうことが本当に辛かったんですけど、もう辛いっていうことももう全部発信してました。あのー、やっぱりね食、当たり前の食事がどんなにありがたいことかっていうのが、本当にこの時身を身に染みて感じた。で このね、発信することっていうこと、もう辛いっていうこととかも、あの、発信したりすると、なんか誰か、ちょっとでもリアクションがね、やっぱりいただけるんですよ。そうするとね、あと、あの、この時ね、母とも対立しましたね。 ちょっとでも食べたらみたいなことを言われると、やっぱりもう私、えー、もう分かってるわよみたいな感じで怒鳴ったりとかして、結構その後で後悔したりとかもあったんですけれども、あの結構食べるのが戦いだったんですね。でもそうやって、もう悩みよとか苦しいっていうことをね、発信することですごいもやもやしたこととかが言葉になったりとか、今まで自分でも気づかなかった部分、 とかも含めて全部自分の悩みが整理されて理解できるっていう効果もあると思うので、いろいろその悩みをこう吐き出すっていうことは大事だなと思います。で、これはかなり思ったこと。 これはですね、ポジティブは伝染するなと、本当に思いました。で、私、アホのよ、アホのようにですね、おはようございますみたいな、あの、インスタ、あの、朝のストーリーとかを結構やってたんですけど、あと、患者さんとか、全然、道、道をすれ違う、あの、患者さんとかにも、おはようございますとかって言ってたし、でも、そうやって、とっても明るくおはよう、おはよう、言いまくってたんですけど、やっぱり、うるさい、うるさいって思ってた人もいるかもしれないけど、やっぱりちょっと、ドヨン としてた気持ちがですね、やっぱり少しでも、あのー、明るくなるじゃないですか。なんか元気な人を見ると。そう。で、なんかね、この、 私の発信とか、そういうああ明るい姿を見て、逆に勇気づけられてるみたいな人が、けちょっとでもね、いるんだなってことに、うん、気づいたんです、私。で、あの、千葉の病院だったので、私、一時で、一部だけね、面会が許されたんです。その時は、当時は、あの、コロナが千葉県あんまいなかったですね。まあ、だけど、感染者が拡大するにつれても、家族以外も禁止になったし、最後はもう息子も禁止になっちゃったぐらいなんですけど、そこからオンラインで繋がるようになりました。で、あの、 なんかやっぱり。 結構、看護師さんの中でもね、私は元気で有名だったらしいんですが、あの、点滴を打ちながらいつも高木さんから元気をもらってますみたいな感じで、ポジティブは伝染するなとあの、心から思った、あの、時でございます。で、あとはですね、コロナで会えなかったとしても、贈り物っていうものがですね、あの、気持ちを高めてくださいました。今見てくださってるよしこさんのパンもここに映ってるの。よしこさん <laughs> くださったパンね、もう本当にね、もうね、 この時に思ったの、本当に会えなかった方とかも、こうやってね、私本当ありがたいなっていう気持ちもあったし、あとね、え、この人がって思うような、例えば全然、中学時代会ってなかったとか、いう方とかが、実はとっても応援してくださったりっていうこととかも初めて気づくわけですよ。もうなんかね、誰か、で、あとフォロワーさんたち。 あの、フォロワーさんとか、コメントくださった方とか、誰かのためにね、あの、頑張りたいとか、人の役に立ちたいとか思って、なんか発信することで、そう、誰かがの勇気とか希望につながったらいいななんて思ってた SNS だったくせにもかかわらず、私が逆に勇気をもらうというね、なんか、こう、コメントとかメッセージもらって、本当に逆に、 元気づけられて、それが私のエネルギーになるわけです。で、それを逆に、それがまた発信するパワーだとか、生きる希望になるわけですよ。もうまさに元気とやる気と勇気の幸せの循環みたいなのがここで生まれるわけなんですね。もう本当にこれ、この時はね、もうありがたい気持ちでいっぱいだった。で、あのー、ちょっとね、痛みのことをもうちょっとひ あの、お話ししておきたいと思います。いろんなアプローチの仕方があると思うんですけど、私は二つ目のこのね、魂の声を聞くっていうことに、私は、あの、押しました。あの、これね、痛みとか病気って本当の自分とつながるガイドなんだなって、今、今になってすごく思ったんです。これをまとめるときに、なんか本当に魂とより深くつながって、本当の人生を歩むための最高のチャンスなんて思ったんですよ。これは、 な,なんかちょっと難しいように聞こえるんですけどもなんでそういうふうに思ったかというと妊娠中に本当にさまざまな方からのご意見をいただきましたで、えー、何かというとあこれちょっと画像はこれ闘病し何て言うのいろいろ治療に励んでる姿なんですけどこれは病院の先生に言われたことのみやってることあとは私の魂の,あの声を聞いてやってることですで 何かっていうと、あれを食べちゃいけないとか、がんになった方だったらわかると思うんですけど、あれを食べちゃいけないとか、この水が効くとか、糖はがんの,の餌になるから食べないでとか、いろんな方からいろんなことを教えてくださるんですけれども、それを全部聞いてたら、もう多分やり、やり、いろんなことね、聞いてたらやりきれない気持ちになっちゃうと思う。で、何も食べられなくなっちゃうと思うんです。水だっていろんな種類があるから、そう、だけど様々な方からアドバイスいただいたことは、本当にありがとうございます。 って言いながら、右から左へ受け流すじゃないけれども、本当にありがたかったんですよ。ただ、私はこの時に、自分は本当に何を望んでいるのかっていう心の声を大事にしました。で、あの、病院食がね、食べられない時もあるんですけど、あのその時にはですね、コンビニに行って、棚をじーっと見るとですね、食べられるも、食べたいものっていうのが、なんかちょっとでも見つかるんですよ。で、それが、あの、 ゼリーだけの日もあったし、スープだけの日もあったし、猛烈にプリンだけが食べたい日もあったし、あの、心のまま行き当たりばったりしてみたんですね。で、一時的にちょっとね、あの、ね、記念にと、とったんですけど、ゲソっとした私を。<laughs> 一時的にとったんですけど、でも大丈夫。こんなの一瞬でした。食べれる日は必ず来るから大丈夫です。つまりね、これ何をしたかってうと私は食べたい時に食べられるものを食べたんです。食べられるようになる。 必ず。で、先生はありがたい時にあ、ありがたいことに、食べられる時に食べられるものを食べればいいですよ、みたいな。で、あの、最低、あのー、 なんかそのえ栄養剤みたいなのもあるし、そう、なんかね、やっぱりね、食べたいなって思ったことを食べることによって、心は私すごく満足したんです。だから、なんか、あとは食べる食べ物だけじゃなくて、いついつまでに何々をしなくちゃいけないとか、そういうことはもう一切忘れて、体に正直になって、目的や時間の制限とかも決めずに、寝たい時に寝たんですね。もう、もうそうすると、本当に見る見るうちに痛みもなくなったし、体は良くなっていきました。 であと、えー、入院中に心がけたことなんですけれども、過去の悔やまれることとか悪い未来は考えないで、とにかくいい気分でいることっていうことを私はあの考えました。生きるだけで幸せじゃないですか。笑ってるだけで幸せだし、もう本当にそれだけで、ね、十分に奇跡で素晴らしいことなんですよ。でそれをあの、とにかく今の,今,の,あの今をいい気分でいるために、いい景色を見て、あれ、私いなくなったちょっと待ってくださいね。 ください、ね、あ、いた大丈夫ごめんなさいとにかく今をあのいい気分でいるようにいい景色を見てウキウキするお香りを嗅いで好きな音楽聴いて本当好きなとことだらけの毎日を過ごしてましたでもこの時だけはね私はもう 家族に甘えた。甘えて息子よろしくって。もうその時は甘えて。私は掃除も洗濯も料理もしない。私は姫です。みたいな感じで。もう私は SNS でゴ合してたんですけど、本当に心地が良かったんですけど、これはね、入院中本当にして良かったなとあのもう。もう心地よくいることがして良かったなって思いました。ただね、一方ね、 友人の SNS にいいなって羨ましく思う時もあったんですよ。だけどそんな時は、やっぱり美味しいものとか楽しそうにしてる姿とか見ると、ね、もううれし、ましいなって思ったんだけど、そういう時は、本当にもう SNS 見ない。もう見ないで、寝るか、愛の不時着を見るか、鬼滅の刃を見るかっていうことで、私は乗り越えました。で、えっ、ー、と、これは、えっ、ーえー、と、 インスタでも書いたんですけどよく笑うと健康になるっていうのこれ本当にそう思いました後で私の回復劇をちょっとお見せしたいんですけれどもこれはね笑ったのが良かったなと思いますナチュラルキラー細胞最強ってもう本当に思うでこの脳の働きが活性化だとかちょっと私ベラベラ喋ってもう時間もねあしてるからもうこの見ていただきたいんですけどもその投稿をねやっぱりねよく笑うと健康になるんです もう日常の生活で私は自分でも笑いのもとっていうのを探してたし人を笑わせるっていうことにも、あのー、結構ね一生懸命だったんですねそうするとねほんと楽しいんですよ日々が。で例えばたと普通にただあのパックするだけじゃなくて。<laughs> <laughs> やっぱりちょっとでも楽しい方がいいから、フェイスバックをすればインスタにするとか、インスタにあげるとか、なんか面白い方がいいじゃないですか。だから、なんかちょっとでも楽しいことがあったら、なんかみんなに、なんか看護師さんとかにも見せてびっくりさせたいとかしてたし、なんかちょっとでも楽しいことを自ら進んでやってました。 で、あと、これはね、もし、あのー、私は家族に対しても、友人に対しても、ほんと感謝の気持ちでいっぱいなんですね。で、あと、あの、皆様がもし家族側になった時の、あのー、ことなんですけれども、私ね、本当にね、今まで気づかなかった他人の温かさに、本当に気がつくんです。あと、贈り物へのありがたさとか、本当にね、あのー、なんかね、 ありがたたいことくくさんん気づくんですよ病気になってから当たり前とかありがとうなんてちょっとちっちゃいありがとうみたいなことしか思わなかったのが本当に感じるようになるんですね。でこのねゆいもう声を大にして言いたかったのは家族への立ち振る舞いなんですけれども率先して明るく立ち振る舞ってくれたんですね。で落ち込んで 落ち込んだ時の私もね、明るく励ましてくれたことなんです。で、これが一緒になって、深刻、深刻になってね、一緒に泣く家族じゃなくてよかったなって本当に思いました。で、友人もそう。明るかったんです。とにかく。で、あのね、やっぱりね、一緒になって深刻になっちゃうと、同情してくれる嬉しさから、やっぱ自分も泣くんですよで。そうするとね、どんどん気持ちも落ち込む可能性も高くなるじゃないですか。やっぱり家族だったら、 明るく、ただそばに寄り添ってくれるのが、あの、嬉しいなって心から、その時に思いました。でね、妊娠、あ、妊娠中じゃない間違えた。入院中、息子はブックブックに太ったんですね。で、これは何かっていうと、朝は菓子パン、兄、兄のお家お家に泊まったことでもあるんですけど、朝は菓子パン食べてたしえ、夜はね、あの、ラーメンとかパスタとかコンビニの、あの、外食とかで、本当は炭水化物中心で、 あのもうやっぱりふく太るのは当たり前なんですけど1ヶ月ぐらいかなちょい1ヶ月ちょいかやっぱり太りましただけど私ありがたかったのは私の食育方針でもある孤食っていうこと1人でご飯を食べたりとかしないで明るく一緒にどんなご飯でも一緒に明るく食べてくれたことが本当にありがたかったんですでもしこれが自分の子供とかが、えー、病気になった時にですね手作り だって思い込んでしまって一生懸命になっちゃってやっぱりご飯作るとずっと時間かかるじゃないですかでその分子供を待たせちゃったりだとかするよりは私は一時的なことだからやっぱりねあの無添加に越したことはないですよだけどウーバーイーツだとかお弁当とか取り寄せとかでも無添加でいい体にいいものとかたくさんあるからジュースとかねそうそういうものとかたくさん頼って手作りのにはたもう何て言うのあのよりも 笑顔でどんなご飯でもごめんとか思わないで一緒に明るくあのそばに寄り添うっていうことがすごく私はあの大事なことだなって思いました。 で、私、これはね、本当にね、嬉しかったからね、別に言わなくていいことだけど、あの、スライドに残したいなと思ってシェアしました。えー、35歳の誕生日はですね、私の病院のベッドがね、もう愛に溢れて、愛っていうか感謝の気持ちで溢れて、もうコロナで会えなくても、本当に心で繋がってたというか、もうこのご縁をね、たいもう本当に一生大事にしたいなって、心から思いました。 もう私はあの病院でこの時は一人だったかもあの家族がいたりなかったりで一人の時間も多かったんですけど今までで一番幸せな誕生日でした、えー。嬉しかったからちょっとスライドに残しました。あとねこの入院中 SNS が全てではないですよ。ただスモールステップの目標を立てるっていうことはすごくいいことだなって思いました。 えー、例えば、まあ、私の場合は SNS で、今日2時からインスタライブやりますとか、エミーラブメンバーとかにも朝何時から何,何々しますとか、いつ何々、いついつに何々するって常にね、目標とか予定をね、決めちゃって告知しちゃうんですね、えー。そうするとね、すごく、あの、お化粧したりとか、どうしようかなってモチベーションも上がるし、あと、イン。 アウトプットするためにインプットするんですよ。本を読んだりとか。それってすごく自分の成長にもつながるんですね。で、実はぶっちゃけるとこの講演も私全く予定してなかったんですけど、 いつ、なんかオンラインで、私のこの入院中のこととか、えー、何かそういうことを共有して、誰かのためになったらいいなっていうざっくりとした案しかなかったんだけど、1月30日と31日にやろうよし決めたって言って、もう手帳に書き込んで、イベ、イベレボっていう、そのイベントの、あの、あれももう、もう申し込んで、作っちゃったんです、先に。で、そっから、なんか内容とかを考えていくみたいな感じで、 なんか本当に私手帳もですね、未来へのウィッシュリストみたいな感じで活用してるんですけど、あの目標を立てるとそれって現実になるなって本当に私は思いました。だから本当にこのね、今日の講座をするにあたって、またいろんな自分の中でもたくさんの改めて感謝も生まれたし、気づきも生まれました。もう改めて、もう私もう本当に改めて本当に今日聞いてくださってる皆様本当にありがとうございます。 で、えー、私はですね、12月14日に退院をしました。そして、えー、私ね、入院中あ、退院してから思ったんですね。なぜ癌になったかっていうことを改めて思いました。で、私そっから、が、え、ん、ー、サバイバーの方の本を読み漁ります。読み漁って、未だにいっぱい読んでます。図書館に行って、ぐーっと借りて、未だにいっぱい読んでるんですけど、共通して書かれてることはこの4つ。 まずね、1つ目はね、あの身体の原因、私ね、この時ね、あんまり言わなかったんだけど、2時半に起きてたんですよ、2時半に起きて、コロナもあったので、えー、料理塾の準備とかをアシスタントさんとか、人に頼らずにですね、全部自分でやってたから、やっぱり時間足りなくって、まあ、本当に、ね、今思えば頼ればよかったのにとは思うけども、まあ、いろんなちょっと,あのこともコロナのこともあったりして、がむしゃらになってたんですね。本当にちょっとあの睡眠時 時間とかも,もう削ってやってたから思ってたんですけどそれをですねいろんな方に後から言われたことは。 エミさんはね、人のために生きすぎです、みたいな。もっと自分のために生きてください、みたいなことを言われたんですよ。看護師さんからも言われたし、いろんな方に。ああ、確かになぁと思って。それの身体の原因が一つ。であと、心の原因です。私はね、完璧な自分を作り上げようと必死だったなと。完璧を目指すがゆえに、完璧でないところに気がついてしまって、ダメ出しを自分でするんですね。一人反省会。で、やっぱりね、常にアクセルを踏み続ける生き方してたなぁと反省しました。 で、ブレーキの効かないスポーツかみたいな生き方。まるでね。そう、こんなやっぱりストレスフルな生き方じゃ、あ病気になっても仕方ないなってあの思いました。まあ、ただ、あの、まあ、なんていうのかな。あのーはい、それも、それで私が、あのー、なんていうのダメな自分とか、あのー、完璧じゃない自分も受け入れて大切にしてあげることが大事なんだなって、あのー、思いました。なんか、結局、病気に。 私のせいでなって、とかってくよくよ考えるよりも。3番目にエネルギーの原因なんですけど、これは今私のえと課題でもあります。勉強中なんです。東洋医学の考え方で、陰用五行説っていうのの1つなんですけど、ネガティブな感情、エネルギーはそれぞれたまりやすい臓器があるって言われてるんですって。これ代表として、怒りは肝臓、不安は腎臓。 それで肺のの臓器っってていうのは悲しみなんですってで私は本当にねその悲しみがあったから,こあったから、あのー、悪くなっちゃったのかなともちょっと思ってるんですけどでもね逆にね、あのー、そのなんか悲しくなった原因のその例えば裏切られた人に。 もう恨みとかその環境のせいにするんじゃなくて逆に自分の見方をねあの心の持ち方をあの変えるだけでもいろいろ落とし込めたしなんか逆に恨みとかじゃなくて経験をありがとうって思うようにしたんですでなんかそしたらすごく楽になりましたであと4番目の魂の原因これはね私これも、えー、今、えー、勉強中の一つでありますなんかねいわゆるスピリチュアルな世界 っていうのは私、あんまりまだ勉強中なんですけど、魂が成長するためにね、さまざまな課題を自分に課すって言われてるんですって。で、その中で一番最高難易度で、一番ハードなやつがマスターレベルって言われてるらしいんですよ。で、これはね、なんかね、自分の魂の計画というか、自分で決めて自分で起こしてるんですって。なんか魂は自分の青じゃ人生の青写真を描いて生まれてくるんですって。なんかこう、この世で生きてる。 生きていく中で体験する重大な出来事だとか大切な人との出会いとかそれはね全部生まれる前に計画してるらしいんですよ。自分で逆にね自分で作った計画だったら乗り越えられるし越えられない計画って作ら,作らないわけじゃないですか。だからそう考えるとねあのかなりあのや,や,れるやれるというか人とかあの環境のせいにしないで自分で作り出した ものなんだって自覚することによって次の扉が開くだろうし、あの病気を作ったのは自分で自分が悪いんだってあのなんか罪悪感を持つんじゃなくってそこから成長のタネを見つけられていったらいいなと思っております。なんか病気やあの苦しい体験っていうのは一つの通過切れと捉えて。 自分の,あの成長にね、役立つことができたら、同じようにこの次にね、なんかがんですとかね、同じような、ね、またがんが発見されるかもしれないし、同じレベルのことがね、起きてもね、慌てる必要がないなって思ったんですよ。だから、すべての体験は、なんか自分の成長のためにあると思うし、あの人生に失敗はないなと、すべてが経験だなと思っております。 そして、えー、皆様にね、すごくあの伝えたいこと、大切なことをね、先延ばししてませんかっていうこと。あのー、これは、えー、27歳でこの、あの、癌になってね、えー、亡くなっちゃったオーストラリア人の女性が残した最後の言葉なんですけど、自分の人生がいつ終わりを迎えるのかは誰にもわからない。だからこそ、今生きている瞬間をかけがえのないものとして大切にしてほしい。 っていう言葉を残してなくなったんですね。で、それを、あのー、その言葉がですね、もういろんなメディアが放送して、Facebook でもガーッと拡散されて、皆さんの心に結構響いたらしいんですね。で、なんかやっぱり人生100年時代だとか、アンチエイジングとかいう言葉がこうよく聞かれるようになって、なんか、あの、長生きするのがね、あの、喜ばしい一方で、やっぱり、 日々粗末にしてしまいがちだなと思ったんです。やっぱり今日と同じような日が明日も明後日も10年後も20年後も当然のようにね、続くと思って毎日過ごしていると思うんですけれども、やっぱり多くにとって、あ多くの方にとって死っていうのはいつか自分にもあの訪れることをね、頭では分かっていても実感してない方が多いんじゃないかなって思います。 なんか、そうすると自分にとって、あのー、絶対にやりたいこととかがあったとしても、明日やればいいやとか、そのうちやろうとか、定年後の楽しみにとっておこうって先延ばししちゃうんじゃないかなと思います。 なんか毎日の,あの生活に、ね、充実感がなくて変わりたいと思っててもやっぱり変わることって変化することってあの不安じゃないですかそういう自分とあと今そんな無,無謀なことをしたら人生棒に振ってしまうかもしれないよっていう自分といろんな声があると思うんですけれどもだからなんかあの人生で大切なことは何かなって考えて。 行動が変わると思うんですねお金の使い方も変わるしと思うし仕事のやり方とか今まで今までとは全然違う生き方をするようになるかもしれません。あの他人の評価とか気にしないで自分の気持ちに本当に正直になること今自分にとって一番心地いいことは何かしたいことは何かって一回ちょっとあの考えてみてください。 欲しいいなって思いますであとね病気になって、えー、気づいたこと発信したかったことの一つなんですけどなんか、あのー、今ある人生をあの当たり前と思わずにね与えられてるものなんだっていうことを,をね考えて毎日送ってほしいんですねなんかそういうふうに考えて毎日送ると感謝すべきこととか今まで見えなかったことが見えるようになるんですよ。 なんか自分以外のものに助けられて、その存在に感謝することで命の大切さをですね日々感じるようにあの私はなりました。で、えっ、ー、とチャプター5私のねあの2021年の活動予定なんですけれどもそこからね私はねやり やたいっていうことを先延ばししないようにしました。あのー、やりたいことは、もちろん、コリオリアのおみ、おかみやりたいんですよ。だけど、今はコロナらしい、い私は肺だからね、絶対あの、コロナにかかれないですね。だから、でもコロナが収まったら、私多分すぐやると思う。コリオリアのおかみ。だって人生一回だもんと思います。 で、あの、飲食業界大変かもしれないけど、もうそんなやってみなきゃわかんないしね、と思って。そう、私はだから趣味もカリグラフィーとか、あの、ピアノとかいろいろありますけれども、絶対先延ばししないで、あの、やりたいときもう、あの、やるんです、どんどん。やり、やりたいなと思ってる。で、ただね、やっぱり、あの、体を大事にって思ってる一方に、あの、すごく、こう、 今まで仕事してなかった分、すごくガムシャーなに猛烈に働きたい自分も心のどっかにいるんですよ。やっぱ仕事好きなんですね、私。だけど、やっぱりあの、2時半に起きてとか言って、ガムシャー,マーにやると、また体を壊すことは目に見えておりますので、なんか、あの、自分でね、 あの、マイホームとか、自分の理想のキッチンなんて思う、描いていたんですけど、すぐにとかそういうことじゃなくて、私はね、家があって、暖かいご飯があって、可愛い息子がいて、しっさの暮らしでも本当に十分幸せなんだなって、すごく思ったんですね。本当に私の一番は息子の笑顔を見ていたいって、あの、思ったんです。だからなんかね、あの、本当に、 考え方が変わったなって思います。あの病気になる前はね。評価とかスキル上げる。あげようってすごいがむしゃらになってたんだけど、それはそれでまたがんになって、あのまた違う。生き方も次の人生の幸せな,なのかもしれないなって、あの気づかせてくれました。だからね。コロナと病気っていうのは本当にね。自分にを切り替える力をくれたなと、ある意味感謝だなって本当に思っております。 で、あの、やっぱり、あの、オンラインっていうことを今回、今年というかコロナが落ち着くまではね、あの、重要に、あの、やっていきたいなと思ってて、私、こうやってね、今、ズームでお話ししてるので奇跡に近いんです。本当に機械音痴だから。いや、でも、やっぱりこうやって、講演会、いろんなテーマでやっていきたいし、ズームで料理塾もやっていきたいし、えー、グラノーラはね、私、あの、グラノーラ、グラノーラとか言って言ってるけど、やっぱり体にいいとあの、 ね、あのメープルシロップっていうのはあの自然の糖ですからあの体が喜ぶようなグラノーラを私入院中にたくさんあのいただく機会があって本当にね心から安心して食べられたし嬉しかったし美味しかったし <laughs> すごい罪悪感なかったんですよだからすごいそ,その意味でなんか闘病中の方とかが安心して食べられるようなものがあおす分けできたらいいななんて思って、あのー、もうすぐにでもねこれをねやろうと思っております。で、えー あコロナが落ち着いたら、あのー、オフラインの料理塾もやっていきたいなと思います。でもやっぱりね、夢は、あのー、小料理屋の女将でございますけれども。で、あのー、病気になる前とはね異、異なる私、新たな世界観を見つけたなと。もう自分に正直に、なんか体に正直に生きたいなって思ってます。なんか楽しく、ワクワクとね、あのーから、魂が喜ぶ生き方をした,したいって、本当に思ったんですよ。自分らしく、 あのー、自分の時間も大切にしたいなって思いました。あと、人のためにもあの生きるけれども、やっぱり自分の人生は大切に生きたいなと。で私のい,いつもね、人生のテーマなんですけど、本気で、一生懸命、本気で生きるっていうのが、私のテーマ、永遠のテーマです。もう何をするにも一生懸命です。私、玉ねぎの皮を剥くのも一生懸命なんです。でもそうするとね、楽しいんですよ。本当に、一生懸命やるとね、あのー、 疲れないんです。松岡修造も言ってる。<laughs> 松岡修造も、本当に、本当にね、一生懸命やると不思議なことに疲れないって、本当にそうですよ。だから、あの、自分の人生を、自分自身が主役な、主役な幸福な人生を掴んでいきたい。そんな生き生きとしたね、物語を私は作っていきたいなって思うし、皆様にも作っていただきたいなって思います。で、健康である皆様にあえて伝えたいこと、最善を期待し、 あ、ごめんなさい。これ、このスライド。このスライドはさっきのやつね。そう、私は、この人生をね。 あの、作っていきたいし、皆様にも、あの、作っていただきたいなと思います。それで、私がね、健康である皆様に、あえて伝えたいこと。これは、最善を期待して、最悪に備えようっていうことです。これは、あの、ガン検診、定期的にっていうのは、もちろんのこと。で、あのね、あの、心配だったら、半年に一回とかでもいいんですよ。一って損はないんです。絶対損はないから。 で、あとは保険ももちろん。<laughs> 何度も言っちゃうけど、これ大事ですよ。本当に大事ですよ。そう。で、あとね、一年後、自分が病室のベッドにいると仮定したら、一年、一年後の自分が今を振り返る際に、今の生き方を後悔しないかっていうことをね、あの、考えてほしいです。突然、宣告を受けるかもしれません。それでね、ガじゃないかもしれない。 あの事故とか天災とかに会う可能性だって絶対にないとは言えないんですね。そのこと、まあ、だけど、そのことに対する恐れで頭がいっぱいになっちゃってもよくないけれども、健康っていうのは、いつか失われる、わからない、失われるかわからないものでもあるし、いつか必ず失われることなんだっていう。 あの意識をね、頭のとか心の片隅にも持ってたいなって私は思うんですね。なぜならね、あの、今日一日健康ねあ、今日健康で一日を過ごせるっていうことは本当にありがたいっていうこと、もう感謝の気持ちが芽生えるからです。あの、家族と友人と楽しい時間を過ごすこととかね、あの、綺麗な風景を見ることとか、美味しいご飯を食べることとか、こういうことってなんか意識しないと当たり前のように 過ぎていっちゃう時間かもしれないじゃないですかなんかこういう毎日っていつか失われちゃうんじゃないかって思うとですね本当に愛おしく思えるはずなんです私も子育てしながら あの、クソだなんて、息子に言われたりとかもしますけど、あ、こんなち、こんな風になんか、あとはたまにね、マンナーなんて、あの、甘えてきたりとかするのも、あこれもいつかなくなっちゃうのかもって思うと、もう本当にもうクソババって思った、言われたってね、私許しちゃうんですよ。なんかね、そうやって、あのー、すごく、あのー、 そういう毎日を大切にするとね、本当にいつもの毎日が、あの、いおしく思えるはずです。で、最後に、皆様に嬉しい報告があります。えー、私のね、これ、最近の画像なんですけど、1234って左側のね、今日って書いてるのはつい1ヶ月前かな。この白いモヤモヤが癌なんですけど、見てくださいほとんど消えかかってませんか ねえ、すごいでしょで、この右側の画像は、あのー、白いもやもや。これ左側のが入院当時のやつ。で、右側の画像が、えっ、ー、と、つい5日前かな。 5日前に行った時、すごくちっちゃくなってるんです。まだ完全に消えてはないけど、ちっちゃくなってます。で、やっぱり、あの、これから薬が本当に効かなくなったりとかっていうのもね、あの、ネきにしもあらずだし、どうなるかわからないけど、やっぱりね、あの、ナチュラル細胞を恐るべしだなって思ってます。本当に。だからこれはね、嬉しい報告でございます。本当にね、あの、焦らずにゆっくりと治していきたいなって思います。人のためにも、あの、自分のためにも、どんどん挑戦。 をし続けていきたいなって思います。あのー、まあ、あ挑戦というよりかね、想像と挑戦です。あのー、いろいろね、私思ったんですけども、やっぱりね、あの、いろんなことがあるじゃないですか。ガンガンになったり、コロナになったりとか。だけど、やっぱり発想を変えながらね、未来に向かって、あのワクワクとね、挑戦していきたいなって思うんです。やっぱり、それがね、あのー、 人間に与えられた天文なんじゃないかなって思うんですよ。あの、想像することによってチャレンジ精神も生まれるし、チャレンジすることによって成長もしするし。だから、つまりね、想像と挑戦の繰り返しによって成長するのが人間なんだなって思っております。で、私もまだまだ全然、あ,あの、これから、これからでございますけれども、本当にあの、やりたいことをやる人生を大切にしていきたいなって思ってます。えー、一日一生、えー、皆様、 に、えっ、ー、と、大切なね、この今日の、あの、私の、 このつたない、えー、お話でございましたけれども、あの、今日のことが何か、あの、少しでも勇気だとか、えー、希望とか元気とか、そういう、あの、病気になった時の、あの、心構えだとか、いろんなことがちょっとでも、あの、気づきになったら嬉しいなと思います。えー、1時間半の間ですね、もう皆様聞いてくださって本当にありがとうございました。えー、これで私の、あの、講演を終わらせていただきたいと思います。本当に今日は、あの、聞いてくださってありがとうございました。